してるんだけど。皆様こんにちは、ブージークラクション鈴木です。今日はバンド25周年のワンマンアタック25が下北沢ベースメントバーで開催される日です。今バンドは会場入りしまして、これから準備するんですけど、なぜこれを撮ってるかというと、バンドのリハーサルの最後にいい加減なテレビを撮ろうと山田が言っていたんですけど、新曲作るのにめちゃめちゃ時間かかってしまいまして、撮れなくて、山田がだから言ったんだよってちょっと怒ってたのでなんかちょっとでも更新できるものがあったらいいなと、山田がもう怒らないで済むなと思ったので、ちょっといろいろ撮っていきます。ではレッツゴー。取ったとて何があるわけでもない。あちらに見えますのが山田洋一さん。意外と不器用なんですよね。ああいうの。準備して。準備して。あ、準備できてるもん。みんなを取ってもあんまり面白くないので、私はチョコバナナケーキを食べます。友達がその話をしたら、もう1キロずつ買ってくれて、ブルーベリーね。1キロ。いや、だってさ、これね、俺の年だから聞いたかもしれない。そうね。いや、大事なんだ。でも、いや、でも大事だ。いいと思うこと試そうとするのが。うん。手ごねはい。それなら続く気するんだ。悪くないって。いやね、美味しいとね。うん。なぜだか食べるのを忘れていません今のところ忘れていませんね。忘れてない。ボケ防止じゃない。そうだね。俺言ってたよ、あのお金を少し持つこと、うん、友人と語り合うこと、うん、ちゃんと年を取っていくことって、うん、私ね、うん、どっかに、ね、のメモしてあるの。どっか、あれいいね。どっか母ちゃん言ってた。ありがとうございます。どっかっていうのがミソだね。
ナポリタンが好きだった。ハイカラ。ね。ハルさんと同じだ。ああ。ハルさんナポリタン好きっていうのはなんか。すごい言ってない。嬉しいです。うん。よろしくお願いします。ありがとうございました。ゴガー。